特集謎めく秘宝コペルニシウム本元素の概要元素記号 CN 原子番号112安定同位体を持たないため標準原子量は定められていないがこれまでに7つの同位体質量数が277と281から286までと質量数285のものの未確定の核位生体が報告されていたこれらの大部分は 主にアルファ崩壊するがいくつかは自発核分裂も起こす 283CN は電子補足するとともにフレロビウムとリバモリウムの発見にも役立った半減期は約1ミリ秒1.1カッコ7ミリ秒カッコ0.69カップラス69から24ミリ秒から40カッコ30分だがこれは核化学原子核物理業界においては長寿であり驚きの安定度を誇る。 地球で合成、発見されたが、月にも存在する天然元素だった。AD1996 年にドイツ・ダルムシタット近郊の重要研究所でたった一つだけ初合成され、AD2009 年に IUPAC から認定され、天文学者ニコラス・コペルニクスにちなみ、命名された。基地の同位体は放射性が非常に高いため、地球では研究室内でのみ作られていたが、ME10 年に コペルニクスクレータータスポットセブンの地下測量で得た岩石からも発見され、奇跡的な海溝として世を驚かせた。その後、ムーンガザ大学月鉱物先端研究所によって天然元素であることが立証され、現在、全容解明とその活用方法が日々研究されている。最新研究で新たに判明した独特な振る舞いと、今なお謎に包まれる魅惑的な可能性。 結晶化したコペルニシウムは微弱2、反宇宙放射線効果の発生メカニズムは不明。3、この現象以外にもいくつかの反応が確認されているが、それらは安定的に現れるものではない。4、月でのさらなる研究・実験により、こうした特性を含む全容解明の達成が期待される。以上が現在までに発表されている。 コペルニシウムの最新研究成果であるるそののの得意な性質は月と軍の管理運用に大きく貢献しているコペルニシウムの再研究はこれまでの定説を大きく覆した獲得された新たな知見のうち月都市軍で実用化されたのは現時点で次の2つ1月面ドームの反宇宙放射線コーティング2太陽光発電パネルの安定挙動を助ける 保護効果いずれも安心・安全な月社会運営を支える基礎技術でありコペルニシウムならではの貢献といえるこの恩恵を大切に生かしたい近い将来にもたらされるであろうさらなる社会貢献とはコペルニシウムの再発見は新たな元素探求を連鎖的に促進すると予想するこれにより月文明は飛躍的な進化を遂げるだろう またこれまで理解が難しかった多次元についてもより現実的かつ簡潔に詳細の把握が進み広く一般周知が行き届くきっかけにつながるだろうそうした環境整備に伴い来るべき火星進出や宇宙全体を対象とした交流も近づくはずである元素周期表に潜む面白ミステリーあらゆる物質の基本構成をなす元素たちを原子番号順に並べると 物理、科学的な性質が類似する元素たちが周期的に存在することを確認できる。こうした近似性を持つ元素たちが縦に並ぶよう整頓されたものがメンデレーエフの元素周期表であり、似通った表も複数種ある。しかし、ここで注目したいのは元素周期表の見通り領域についてだ。性質類似周期は2、8、18、32、50と差分が4ずつ増えている。 このことから私たちは検出、理解の技術向上に伴い周期表のプラス、マイナス、両領域でまだ見ぬ無数の元素たちと出会い続けるだろう。それはまるで宇宙を旅するかのように。ME13 年11月1日。マンスリーアースガザ ME13 年12月号。